はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、5月16日登場中継ぎ12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、5月16日に中継ぎが来たんですが、投手が連続追加となりました。いや、この序盤ね、投手追加がね、連続するの2回もあるとは思ってなかったですし、抑えの前にね、さっき中継ぎ3人出るっていうのもね、ちょっと予想してなかったんで、今回のね、中継ぎ追加っていうのはびっくりしましたと。それでは5月16日追加中継ぎ12名やっていこうと思いますが、その前に、今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神浜地選手です。浜地選手に関しては通常 S ランクは1年ぶりの登場なんですが、ジュニアトーナメントでシリーズ2は登場していました。で、能力のが9位から76、80、65のデフォルトで請求へ、称号で9位請求同値可能です。で、シリーズ2から9位がプラス1、請求がプラス2されました。というわけでね、デフォルトで請求へに乗りました。で、さっきね、称号で9位請求同値いけるって言ったんですが、9位請求同値にすると請求へは崩れます。で、投手規制が中継ぎメインで、突後で先発可能です。で、球種に関してはこんな感じとなっていて、チェンジアップがサークルチェンジ、スプリットがパームに変更されています。というわけでね、おそらく阪神では初のね、パーム持ちの S ランク登場になったんじゃないかなと思います。もし過去にいたらコメント欄で教えてください。というところで、ね、フォークがスプリットとかね、スプリットがフォークに変わるなんていう投手はね、ちらほらいるんですが、スプリットがパームに変わったっていう投手はね、なかなかいないんじゃないかなと思います。で、特殊能力が超コントロール伸びタイピンチと特に変更ありません。続いて巨人今村選手です。9位から74、68、69の完全9位型となってます。で、シリーズ2から請求がマイナス1されてます。で、投手規制が中継ぎメインで突後で先発可能です。で、球種に関してはこんな感じで特に変更なくツーシームフォーク持ちとなってます。で、ツーシームに関してはね、9位が D から C に上がったんで変化量上がってるはずです。で、特殊能力が綺麗援護球持ちというわけで、奪三振が消滅して援護がつきました。続いて広島矢崎選手です。9位から78、57、68の称号で9位 A が狙えます。で、投手規制が中継ぎのみで、球種がこんな感じでツーシームスプリット持ちとなってます。で、 B 球種以上2つ持ちです。で、特殊能力が奪三振伸びきると特に変更ありません。続いて中日藤島選手です。9位から78、76、66の称号で9位請求同値か9位 A が狙えます。で、シリーズ2から9位がプラス1、請求がプラス1されています。で、投手規制が中継ぎメインで突後で先発可能です。というところでね、シリーズ2で先発適正消えてたんですが、また今回の新たに適正がつきました。で、球種に関してはこんな感じ感じとなってます。で、特殊能力は超対ピンチのみ対左打者というわけで、奪三振が消滅して対左打者がつきました。続いてオリックス本田選手です。9位が74、70、60の称号で9位請求同値が狙えます。で、シリーズ2から請求がマイナス2されています。というわけで9位請求同値の難易度が極端に上がりました。で、投手規制が中継ぎメインで突4で先発、突5で抑え可能です。で、球種はこんな感じとなっていて、 B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力は超剛速球のみ対ランナーというわけで、キレが消滅して対ランナーがつきました。続いてソフトバンク津森選手です。9位から79、71、58の称号で9位 A が狙えます。で、シリーズ2から請求がマイナス3されています。で、投手規制が中継ぎのみで、球種がこんな感じでスライダーと高速シュートが消滅して、スラーブとツーシームがつきました。あと、ストレートがナチュラルシュートに変更されています。で、特殊能力が奪三振、タイピンチ伸びと特に変更ありません。続いて西武森脇選手です。9位から76、75、64の称号で9位請求同値が狙えます。で、シリーズ2から9位がプラス2、請求がプラス1されています。で、投手規制が中継ぎのみで、球種がこんな感じとなっていて、 B 球種以上2つ持ちです。で、特殊能力が9位対ピンチ援護というわけで特に変更ありません。続いて楽天ソンチャーホー選手です。9位が76、67、64の完全9位型となってます。で、シリーズ2から9位がマイナス1、請求がプラス2されています。というわけでね、シリーズ2だと9位 A 狙えたんですが、今回9位マイナス1されたことにより9位 A が狙えなくなりました。で、投手規制が中継ぎのみで、球種はこんな感じとなっていて、 B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力は伸びきれ要所と特に変更ありません。続いてロッテ東條選手です。9位から78、78、63のデフォルトで9位請求同値かつ称号で9位請求 A 同値が狙えます。で、シリーズ2から9位がプラス1、請求がプラス2されています。で、投手規制が中継ぎのみで、球種はこんな感じとなっていて、ストレートがナチュラルシュートに変更されています。で、特殊能力は超対ピンチ切れ球持ちと特に変更ありません。続いて日本ハム吉田選手です。9位から74、71、62の称号で9位請求同値が狙えます。で、シリーズ2から請求がマイナス1されています。で、投手規制が中継ぎメインで突なしで先発可能です。で、球種はこんな感じとなっていて、ツーシームスプリット持ちとなってます。で、シリーズ2だとね、ストレートの球威が B だったんですが、 C になったというわけで B 球種がなくなりました。で、特殊能力が伸び打たれ強さ対左打者というわけで、奪三振が消滅して対左打者がつきました。続いて
ヤクルト田口選手です。9位から76、76、73の称号で全同値が狙えます。でシリーズ2からの能力変更はありません。で投手適正が中継ぎメインで突4で先発、突5で抑え可能となってます。というわけで現実で抑えの田口選手ですが、プロスピで抑えに置くには突5が必要です。で球種に関してはこんな感じとなっていて、フォークが消滅しました。というわけでね、このフォークの消滅はリアタイ的には結構痛いかなと思います。で特殊能力が超タイピンチキレ緩急というわけで、打たれ強さが消滅して緩急がつきました。最後は横浜エスコバー選手です。9位から80、74、70の完全9位型のデフォルトで9位 A となってます。でシリーズ2から9位がマイナス1、制球がマイナスにされています。で投手規定が中継ぎメインで突後で抑え可能です。で球種に関してはこんな感じで、横ツーシームが消滅して上ツーシームが復活しました。というわけでね、エスコバー選手に関してはね、一昔前上ツーシームやったんで、まあその時のものをね持ってる方はまあ継承しちゃってもいいのかなと思いますし、まあその頃はねサークルチェンジじゃなくてチェンジアップやったんで、チェンジアップの方を使いたくてね、まあずっとスピ開放してるよなんて方はね、まあスピ開放し続けるのもありかなと思います。で特殊能力は超剛速球、タイピンチ伸びてあげる、特に変更ありません。で前回のね上ツーシームの頃のエスコバー選手はタイピンチ持ってないんで、ね、まあ基本的には継承でいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は5月16日に登場となった中継ぎ12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。で次のポジション追加がね5月19日金曜日ということなんで、まあ、おそらくね5月19日までにねミキサーが来るんじゃないかなと個人的には予想してます。まあなので17、18のどちらか、まあ多分18かなとこう思ってるんですが、まあどっちかでねミキサーは来るんじゃないかなと思います。で5月19日のね金曜のポジション追加に関しては、まあ今回ね投手が連チャンになったっていうところでね、まあおそらくね野手が来るんじゃないかなと思います。で現状登場してない野手っていうのはファーストとサードとレフトと野手2枠っていうところなんで、まあ次はね、まあ、野手が来るっていうのは考えづらいかなっていうところがあって、まあサードファーストレフトのねメインポジションのどこかが来るんじゃないかなと思います。でファーストっていうとねおそらくこの12名が来るんじゃないかなと思うんですが、まあやっぱりね目玉は阪神大山選手とね日本ハム清宮選手、この2人のね新アーティストっていうところが目玉かなと思います。でレフトに関してはね、まあ、おそらくこの12名が来ると思います。とで阪神に関してはノイジー選手というところでね、低弾道のパワー型でユーティリティというところでね、まあ低弾道っていうところがね少しネックですが、まあ阪神純正であればね、まあリアタイで使う方もねちらほらいるのかなとは思います。ちなみにノイジー選手ねメインレフトなんですが、セカンド適正 C の64と阪神の通常 S ランク出る選手の中でセカンド適正一番高いはずです。まあ、あとはね特殊能力は超流し打ちっていうところでね、まあ下2つわかんないんですが、まあそこでね2017年から16年か17年のね覚醒杉谷さんみたいにラインドライブを持ってればね低弾道からラインドライブに変更することはできます。でサードに関してもね結構目玉のポジションで、まあサードっていうとねやっぱり村上選手いて岡本選手いてっていうところでね、まあアーティストが2人いるんでね、やっぱサードを目玉のポジションとなってます。で阪神に関してはね佐藤選手出るんですが、まあ佐藤選手ね、まあパワーヒッターでサードっていうところでね、まあ阪神純正のねサード激戦区なんで、まあ個人的にはねサードよりライトで使いたいなと思うんですが、サードもライトもね両方 D の59で特殊で C の60できるというところでね、まあシリーズ2でねライト53まで下がってたんですが、まあ59まで戻ったんでね、まあ特殊で C の60いけるっていうところで、まあ個人的にはね特殊能力に降格が残ってれば、まあ継承しようかなとは思ってます。だけどもしよければ皆さんの今回の中継ぎで欲しい選手いましたらコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。